面が泡立っていたというわけです。魚の群れで水面が泡立つこの現象、漁師さんの言葉でナブラと言います。クロマグロとナブラはめったに出会えない貴重な現象、それが陸のすぐそばでしょっちゅう起きるなんて不思議ですね。そこで大調査、このカメラを使えばマグロの群れのデータが一気に取れるといいます。さあ、史上初の作戦のスタートです。こちらも大変なんです。北海道の東部、ここでもある怪現象が起きているといいます。この中に驚きの光景が。うわー、お魚がたくさん。1メートルはありそうな大きな魚がうじゃうじゃいます。でもあれ、この姿サケじゃない。実はこれみんなブリなんです。主に東シナ海で生まれる南方系の魚が。不思議ですね。ん、今度こそサケ。あ、シイラでした。実は今北海道各地で熱帯や温帯の暖かい海を好むいろんな魚たちが目撃されているんです。A ちゃんの漁師さんによると、こんな異常事態が続いていて年々ひどくなっているといいます。そして北海道の漁業全体でも鮭の漁獲量が激減する一方、ブリの漁獲量は増え続け、2020年には北海道が日本一となりました。北の海で一体何が起きているんでしょうか。注目したのは海の表面付近の海水温です。2022年の夏、海水温が例年より5、6度も高い奇妙な状況が続きました。この現象、海洋熱波といいます。